港内駅前広場、坂本八流天文台が描かれた、駅名標坂本駅は、熊本県八代市坂本町坂本松崎にある、九州旅客鉄道被殺線の駅である。旧、坂本村の中心地に位置する。特急、川瀬宮瀬美と、特急、伊三郎、新平が停車する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては2面3線のホームと通過線。 貨物側線を有していた。貨物取扱いも行っており、西日本製紙坂本工場の専用線が分岐する、比較的大きな駅で賑やかであった。上りホームには D51 の停止位置目標表記や貨物ホーム跡が残る。互いのホームは構内踏切で連絡している。木造の古い駅舎を持つ。1986年11月以降は、 業務委託駅となっていたが、1991年4月に旧坂本村管理の簡易委託駅となり、2008年11月頃に完全無人化された。無人化後は窓口に板が張られ、地元住民が作った作品や絵画、様々な鉄道ファンが撮影した写真の展示用ギャラリースペースとなっている。 昭和35年5月の1日平均乗降客数は約3000人で8割が製紙工場関係者だった。貨物は月1万2000トン。熊鉄、管内81駅の内旅客16番目。貨物の発送は10番目であった。1日平均乗車人員及び乗降人員は以下の通り。以下は熊川の対岸にある。 坂本駅前駅前すぐにある八大駅方面に向かうバスのみが発着する。かつてはさらに先の熊村や人吉市内方面へのバスも発着していたが、沿線が極端な過疎地域になったため、2010年10月1日に白石駅付近の河野瀬小学校行きが廃止されたのを最後にすべて廃止された。特急、伊三郎、新兵、川瀬見山瀬見臨時快速、 SL 人吉の隣の停車駅は各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。